に現在、大谷先生はアミノ酸のさらなる可能性を追求しようとしています。これは腸の病気で栄養が吸収できず痩せ細ってしまった女性、その女性にアミノ酸の点滴を3ヶ月投与したところ、見違えるように回復しました。アミノ酸の最大の利点は消化分解をする必要がないということです。すなわちダイレクトに吸収されます。今アミノ酸が必要なのはアスリートの対極にいる高齢者の方です。先生が向かったのは札幌にある高齢者の専門病院。高齢者にとって大きな問題が食事。ゆっくり食べてね。いいよ。高齢者の施設によってはですね、半数の方がですね、食べ物を消化して、分解して吸収することですね、やっぱできない方です。そうすると栄養状態も悪くなる、そして痩せ細っていく。そこで大谷先生は食事から十分アミノ酸が吸収できない高齢者70人に毎日アミノ酸を直接取ってもらうプロジェクトを始めました。果たしてその効果は。70人の中で先生が特に注目したのがこの3人。南達恵さん83歳。全身の筋肉が固まっていて寝返りも打てません。自分が一番楽なところに手を持ってっているので、肘の関節もやっぱりこう硬い。寝たきりの暮らしがますます筋肉を弱らせてしまいます。手ちょっとこっち使えないでしょ。食べれますか。じゃあもう一口。でも筋肉増えたらいい状況ですから。南さんの目標はアミノ酸を取ることで新しい筋肉を作ることです。元気でそうですか。ありがとう。まだ元気出してください。先生が注目した2人目は、せーの、はい、上野山久子さん64歳。日常生活のすべてに介助が必要です。膝と膝が掛かってここが直走できたりとかしますね。お尻にもひどい床ずれができていました。傷は直径5センチ、深さ1センチ以上の穴が開いていて2年以上もこの状態です。肌の再生能力をこのアミノ酸、例えばプロリンとかグリシンですね、を多く取ることによって再生すると。先生はアミノ酸の力で皮膚が再生すると言います。先生が注目した3人目は脳梗塞で倒れ車椅子での生活を送っている高根静子さん82歳。高根さんの一番の問題はこのひどいむくみ。むくみというのは血液、リンパの流れがですね、悪くなることによって老廃物がですね、皮膚の下に溜まることを言います。高根さんは特に下半身の血流が悪く、老廃物が足に溜まっています。その溜まった老廃物が皮膚に侵入し、足にひどいむくみが生じているのです。むくみを取るには血液の流れを改善する必要が。それがアミノ酸でできると言います。そして1ヶ月が過ぎました。鼻にちゃんとみんな反応してるんですよ。カサカサしてるところ、はい、それを改善してきてるんですよ。女性の患者さんっていうのはすごくその嬉しいんです ね、 そうですね。肌が良くなるっていうことは、それは70人のデータでもはっきりと裏付けられました。なんと50人の体重が増加、そのうち1キロ以上増えた人が17人もいました。そして大谷先生が注目していた3人にも明らかな変化が見られました。1ヶ月前には全身の筋肉が固まっていて寝返りも打てなかった南達恵さん、ところが今は、はい、伸ばすよ、伸びます、
まっすぐ前に伸ばしてみましょう。伸びます。なんと縮こまっていた腕がしっかりと伸びています。アミノ酸によって、筋量が増えたということですね。筋力もアップし、こう拘縮していたものが伸びる力ですねを得たと。毎日取り続けたアミノ酸が南さんの体に新しい筋肉を作ったのです。はい、しっかり持ってよ。指が動くようになりましたね。はい、1ヶ月前は介助でしか食べられなかった南さん、ところが今は自分の手で食べています。食欲も旺盛です。驚きですねそしてアミノ酸を取り始めて2ヶ月後、南さんの腕はこんなことができるようになりました。うん、手広いよ。肘もグーッと上げる。そうそう、あ、すごいすごい。お、すごい。続いてはお尻の傷見に来ましたからね。あのひどい床ずれに悩んでいた上野山さん、小さくなってます。深さ1センチ以上あった穴が完全に塞がり、傷全体がかさぶたになりかかっています。アミノ酸を取ることによって、マクロファージの働きをですね、向上させると。マクロファージとは体に侵入しようとする異物や細菌をやっつける免疫細胞の一つ。このマクロファージがアミノ酸で元気になり、床ずれを治りにくくしていた雑菌を退治しました。このことで皮膚を再生する力が復活、2年も治らなかった床ずれが新陳代謝のペースに乗って治り始めたのです。そして2ヶ月後、上野山さんの床ずれにさらなる変化が現れました。あと少しで完治です。わずか2ヶ月、アミノ酸の肌再生効果で2年ぶりの床ずれ改善です。傷のとこね、うん、ここ、かゆい、痛くない、痛い、痛くない、なんでもないの、うん、体調は。そしてひどい足のむくみに悩んでいた高根さん、何か変化はあったのでしょうか。今までこんなに一人なんて上げられなかったの、全部こんなのできたしね。これ今腫れてますけどね、朝起きるとスマートな足ですね。あ、そう1ヶ月前に比べてむくみが3分の2になっています。これもアミノ酸の効果なのです。アルギニンというですね、アミノ酸には、血液の流れを良くする効果がありますので、血流が改善したことで足に溜まっていた老廃物が徐々に運び出されるようになりました。その結果、高根さんのむくみは少しずつ小さくなり始めたのです。痛くないですか。むくみが改善し動きやすくなったことでリハビリが本格的に始まりました。元気になったら何したいですか。自家でたいですね。そしてアミノ酸を取り始めて2ヶ月後、じゃあ切っていただきます、果たして本当に歩けるのでしょうか。前向いてね。前に倒れてから1年半、ずっと車椅子だった高根さんがしっかりと歩いています。すごいですね。すごい歩かれましたね。こんな頃ちょっと手はダメだなと思って、私も一生懸命やりましょうと思ってそれでやってきたんで、それで元気もらってよしっていう気になったね。
最初のことを思った本当にね、よくもあれだけ歩けるようになったんですよね。高根さんに明るい笑顔が戻ってきました。より元気な生活をですね、高齢者の方もできるように、病院に入らない元気な体作りをするというところにもアミノ酸が利用できるんじゃないか。